たんだね。君は？先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それからこちらはただのジンだ。団長としてのジンではない。栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか君だったとは。ではディルックが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか？そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキー少年だよ。違法なこともやらかしそうになったけどな。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって、この信じるさ、頑固な団長様を説得。うん。四風守護の東風の竜トワリン、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数百年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、そうなるのも筋が通る。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュインの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私はプライベートという形で行動するしかない。ふん。そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何事もないように話題を変えた。彼女やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。ふん。そうだ、もし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。ディルックが手に入れた情報によると、ファドゥイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした聖遺物を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。わかるわかる。大ごとになったら外交問題につながるからな。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか？さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？
いい、これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。何せファデュイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろ。この辺の見張りが全員倒されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空のライアンがここにあると。秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。
シニョーラって言ってたよな。変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩し、セピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。何者だ？どうやって入ってきた？そんな教会があるのか？何しに来た？怪しい。俺を騙すつもりならもっとマシな言い訳はできなかったのか？で、どうやって借りるつもりだ？ガキ、俺を舐めてやがるな。スメージナヤの意志は氷のように固い。俺は屈しないぜ。お前ら何者だ？何する気だ？他の門番はみんな倒されちゃったのか？何？別に怖くないぞ。先遣隊のデッドエージェントが支援しに来るから。いいだろう、仕方がない。門番の判断でお前らを通すことにしよう。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。
ズミ、どこから湧いてきた。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。いなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。僕のファンたち。あ、それは天空のライアー。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の至宝だけど、今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。リルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。リルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。えへっ、えへってなんだよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。
君の出番だよ、異邦人。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライヤーの上に落としてみてくれ。よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？天空のライヤーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライヤーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて、人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。うん、いいね。英雄たちが互いを信じ、一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おいお前、サボって口だけ出すつもりか？弦を弾くのには手も必要だけど。むかつく。よし、決めた。お前のことを義勇野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し、市場に流した。お、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか？たとえ何をなさいますか。いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、俺は諦めないぞ。その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕が取った対処は、その真偽にかかわらず全て買い取ることだった。それがずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。たとえ幼馴染みでも。わあ、どっちも本気だな。何になさいますか？でもそれって、今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。幼馴染でも。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。何になさいますか？